吉田さん、あれですね、1万ってのはどうですかね。ネットビジネスをどのぐらいで成功できるのか、まあ1万時間ぐらいって考えたらどうですかみたいな。そうすると1日10時間やって100日で1000時間でしょ。で300日で、3000時間でしょ。3年ぐらいでどう考えてもいけるんじゃないですかね。つまりはネットビジネスで生計が立てれるぐらいにはいくんじゃないですか。例えば20万30万とか、人によっては50万60万とかね、いくんじゃないですかね。逆にその1万時間やって物にならないとしたらもう諦めた方がいいでしょ。どっかで諦めるポイントってのはありますけども、それがね1週間やって諦めるっていうものではないと思うんですよ。まあ仕事ですからね、ビジネス、金稼ぎですから、誰かのお財布のお金を自分のお財布に入れないといけないんでしょ。難しいじゃないですかそれは。でもその難しいことがだんだん自分のスキルとともに簡単になっていく、知識や経験とともに簡単になっていくとしたら、1万時間ぐらい投じてもいいんじゃないですかね。1万時間も投じれないものでどうやって人生を買い取るんですかってことですよ。大事な自分の人生に1万時間すらかけられないんだったら、それはもう人生ではないですよね。いや、私はだからそう思うんですけどね。どうでしょうかね。